はい、どうも皆さん、こんにちは。リューパラです。今ですね、チェーンクロニクルでは、ツイッターキャンペーンと言い出しまして、第1部、2部、3部の思い出っていうのを募集しているそうです。まあ、これ今は第2弾として3部以降の思い出ってなってるんですけど、ちょっと前まで1部、2部の思い出っていうのでツイッターキャンペーンをしていまして、で、その時にまあやってるのはなんとなく気づいてはいたんですけど、なんかこう動画にするまで至らなくて、まあ、ツイートももちろんしてなかったんですけど、まあこれちょうどいいタイミングだなと思って、今回はね、その第1部と第2部で、第3部、これの思い出っていうのをね、ちょっと話していきたいなと思っております。これツイッターでですね、チェーンクロニク公式をフォローして、ハッシュタグ、申請、義勇軍の絆をつけて、チェンクロンズ3部以降の部でツイートして、チケットが当たると。まあこれね、いいねを最も多く獲得した人でも、プレミアムチケット5枚しかもらえないんですよね。もうちょっと欲しい。10枚ぐらい欲しいなと思ったんですけど、5枚だけ。で、ラッキー賞抽選で5名様に、チケット5枚と。うん。で、なんかガチャコインももらえるんですかね。で、なんかこれ、ツイートがもう載ってるんですよ、ここに。ツイートが載ってて、どんなツイートしてるのかって見れるようにもなっています。はい、では持っているキャラクターを元にしてちょっといろいろ話していきたいなと思うんですけども、これのダブルレスリアの、入手した順に並べております。私がやり始めたのが本当にこのフロガビットス、これがこのイベントが始まる直前だったと思いますね。この方が始まる直前でやって、で、その時にね、特攻キャラとして銀が配信されたんですよ。それよりも前に多分初めてガチャでゲットしたキャラクターが多分ロレッタだと思うんですよ。でも、まあその時単純に無凸でレベルもそこまで強くなかったんで、まあ、能力的にもねそんなに強いわけではないなと思ってたんで、全然こっちは使わずに、その後で出てきた銀をもうね、なりより構わず課金してね、多分その時でもう3凸ぐらいしてたかな、多分そのぐらいしてたと思いますね。イベント中にもガチャ回したりして、75まで回してひたすら回ってましたね。まあその割にはフローガビテスはレベル75までしかいってなかったんですけど、当時の魔人は僕にとったら多分だいぶこうレベルが高かったようなイメージがあったんで、まあ、この辺ぐらいもしかいけなかったですね。で、その後、まあ多分ガチャでミームが当たったんでしょうね。で、この当時のリリスはかなりね、激レアキャラクターだったんで、この時当たってね、非常に喜んだのを覚えてますね。で、このお寮がですね、確かね、その時が年が明けて羊年になってて、その、名前忘れたんですけど、星さんの、羊のキャラクターが配信というかゲットできて、プレゼントで、それをレベルマックスまで育てて、その時に配信されるデルクルクエストをやったらお寮が手に入るっていうのがあったんですよ。で、その時初めてゲットしたんですけど、まあこれもね、他のキャラクターと同様レベルマックスまで行ってこう戦わせよっていう前に、義継がね確か限定のこうガチャが出てて、で、これもね、奇遇よくたくさん当たりまして、多分これもね、70か75、2凸か3凸ぐらいまでいったと思うんですけど、ゲットしてしがったがために、お寮はね、もう使ってなかったっていう。まあでもね、やっぱ可愛いキャラクターなんで、その後は結構頑張って使うようにはしてたんですけどね。うん。だからお寮のね、バージョン2、楽しみにしてます。絶対8時まで回してやりますよ。で、その後僕でも当たって、まあ、これも使ってないですね。で、あとはズイハですね。ズイハもこれどのタイミングだったかな。ズイハはこれもなんか能力見た時に、今持ってる強いキャラクターが義継と銀だったんで、ズイハをこれ絶対欲しいなと思って、その時に多分いっぱい回したような記憶もありますね。これ確かにレベル70まで確かいったかな。で、あとね、この時のガチャは、その酒場ガチャっていうのは、その時々で
ダブルエステラーのキャラクターがピックアップされて、多分2種類ぐらいピックアップされて、それがよく出るような配分になってたんですよ。その時に配分された時にガチョコンしてましたね。それでレベル80までやりました。でその後物語が進んでいって、ピーナが手に入って、でね、あの当時レベル60までレベル上げた後に出てくるあのねクエストに何回も苦戦しましたね。この能力を解放させるために頑張って倒した記憶がありますよ。で第2部に来まして、でね、アルドラは確かね、魔法使いがここに行くまでにね1枚もゲットしなかったんですよ。本当にもう部分的にしかガチャを回さない主義だったんで、これ魔法使い1枚欲しいなと思って、でこのねえらい綺麗になってますね。この昔はもっと腕とあれが離れてたくらいですからね。いや変わったもんですよ。んでその後はムジカタレビク、まあこの辺はあんま覚えてないですけどね、まあまあ、この辺まで一部ですね。で第2部に入ってモルガン、獣の前か、夜明けの大会の時にいっぱいガチャ分回しましたね。この時の記憶を覚えてます。でバルトロも確かその時手に入ったと思うんですけど、こんな感じでこうね進んでいくわけですよ。特別そのなんすかね、イベントごとでガチャを回してたような感じではないですよね。で本当に最初の頃は僕が始めた時には確か獣の大陸まで配信されてたんですよ。そこまでどうにか頑張ってやろうと思って多分イベントを、まあ、多分スルーしてたと思うんですよ。で多分進んでいる中で獣の後だったかな、罪の大陸は。で罪の大陸まで配信されて、そこまでガチを回したところで結構ねフラフラと、まあ、この頃ですかね、この7つの滞在が始まりだしたのが。でこの辺も結構頑張ってガチャして、あとビエンタとか、これあれですね、あの大狩猟戦違うな、なんだっけ、そう目覚めの笛を使うとこだわ、あのラファーグが手に入るとこだ。ラファーグもちゃっかりね貫突させて、この時ぐらいから確かね、あのラファーガと、あとねもうちょっと来たら、そうそう、このシャウナとアルフィン、これを使ったパーティーを組んで2つ目のガチパーティーとして組んでましたね。その時も僧侶はね相変わらずこのリリスだったんですけど、そういうパーティーを組んでやってましたね。はい。であとはそんなもんすかね。だから今それこそオルガのあのクエストとかイベントの配信またしてるじゃないですか。だからこう考えてみると相当昔のイベントだったんだなって思い返しますよね。そうラファーガは1回目ともう1回確かイベント配信されてましたよね。それでようやくゲットしたいんだと思います。確かそういった記憶だったと思いますね。こうやってみるとやっぱり歴史が流れてきますね。まあ第1部第2部はこんな感じですね。でちょうど第3部が始まる手前が窓マギのコラボでしたよね。だからあそうね、窓マギのコラボだったから帝国歌劇団、あのこの辺は動画でやってますもんね。でエンビーってこんな昔からおったんやな。でこの辺ですね、マドカが来てからのこのアーマズですね。だからチアリー、ここが境目ですね。で第3部に入ってから多分初めてゲットしたのがアーマズなんでしょうね。そういうことですね。
で第3部に入ってからの思い出になるんですけども、とね、僕がやっぱり今一番よく覚えてるのは第3部に入って初めて伝授技そして新アイドが新しく追加されたこと、これが一番新鮮に思いましたね。もちろんお話も最初の方はねしっかりじっくりと読んでいましたんで、あ、面白い話だなと思って聞いていました。まあ今でもちゃんと見てますよ、見てますけど、最初の時のドキドキ感新鮮感の方が一番良かったなとは思っております。でやっぱりそういった、新アイドと伝授が増えたことによってよりねチェーンクロニクルを愛情を持ってこうゲームすることができるようになったっていうのが一番大きいと思いますね。でなおかつゲーム性が増してきたというか、新エヌーズにしろ、あと現代機のトーンにしろ、そういう、こうチェーンクロニクルの物語を楽しんでいる人以外のこうゲームとして、ゲームとしてというかプレイングとしてガチ勢として頑張っている方にとっての嬉しい配信っていうのもあったりして、どんな方面の人からでも楽しめるようなものになってくれて、今までの一部二部ではないような楽しみ方が増えたっていうのは、すごい今でも新鮮に覚えてますね。あの時はすごいどんなイベントが来た時もすごい面白いなと思ってやってましたね。まあ今でもやっぱりチェンクロはね、すごいいろんなところとコラボするなって思いながらいつもやってるんですよ。私の知っているところから知らないところまでいろいろねやってて、いやすごいなと思いながらやってるわけですよ。まあそれが私の第3部の思い出ですかね。まあ第1部2部の思い出は、まあ、やっぱ初期から使ってるそのメンバーっていうのが一番やっぱり思い出に残ってますね。一番最初に手に入れたというか一番長く使っている銀とか、まあ銀と義継のあのパーティーに関しては本当にいつだろう、いやでも新アイドじゃないわ、第3部が始まる直前まで多分普通にそのパーティーとして使ってたと思いますね。それだけレベル80が揃ってるのはこのパーティーしかいなかったんで、やっぱそこは重宝して使ってましたね。懐かしいですな。このタイトシュラを手に入れるのも多分2回か3回ぐらい死にながら手に入れてましたね。いや思い入れが深いですわ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回のねツイッターキャンペーン、私もねこの後ペイウェットやっておきますんで、もし見る機会があればね、ぜひいいねしていただいて、まあ多分他の人が誰でしょうけどプレミアムチケット欲しいです。またねこのレジェンドフェスが終わったらまた大きいフェスガチャがやってくると思いますんで、そちらはまあ今の現状だとねたくさんガチャできないと思うんで、ある程度課金するかサブアカウントだったらまだ精霊時期たくさんゲットできるんでそっち回すかもしれないですけど、まあ基本はこっちに割り振っていきたいと思いますんで、これからも頑張っていきたいと思っております。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。